どうもケニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回はですねこちらルフィロー海賊同盟モンキー D ルフィを使ってやっていきたいと思います。はい、まあ、ということでね、前シーズンのスコアを盛るときに、はい、使ってたキャラクターです。まあレベルは83と、まあちょっとね心配になるようなレベルなんですけども、それでもなお頑張ってくれた。うん、マジで、まあ100のね、ルフィローのね、やっぱクリティカル率、そしてやっぱ攻撃力とかに比べるとね、やっぱりだいぶ劣ってしまうんですけども、それでも活躍して頑張ってくれた。はい、まあこいつのね活躍とかをね、まあ、ぜひお話ししながら、こいつを今回使っていきたいというふうに思います。それではプレイいきましょう。ワン、ツー、スリー、はい、攻めやっていきたいと思います。はい、まあということで頑張っていきましょう。ということで、まあディフェンダーがいないんでね、まあゲージを貯めよう。はい、ゲージを貯めよう。今ね、一番ね、B 果てぐらいにいてる時がね、やっぱ戦ってる時が面白い。B 果て、まあ、二陣目ですかね。はい、二陣目にいる時が面白いんですけども、まあ、ここはね、はい、レイリーさんに任して、あの赤ロー、ちょっとレイリーで、ちょっと厳しいところがある。そして、だから俺が吸ってあげる。崩壊後、大会のレコイ。はい、っていう感じで頑張っていきましょう。はい、ということで、次はマムですね。はい、まあ、ということで、スネークマンをちょっと若干、まあ、いい試合をしてる。いい試合をしてる。もうすぐで倒せる。スネークマン頑張れ。スネークマン頑張れ。ちょっと頑張れないなら、俺が助ける。はい、でも、スネークマンをちゃんとやっていく。スネークマンはちゃんとやっていく。はい、まあ、ということで、ここを、ちょっとね、属性的に、ちょっと怖いところ。まあ、100なんでしょうけど、とりあえずね、ミフォークにまずは、これを当てて、ラジオナイフを当てておかないと、もうマジでね、試合になんないんで、はい、まずはここに、ラジオナイフは当てていきたいけど、黒ひげも参戦。これはちょっとピンチ。一回ここで、体育館へ呼びます。体育館裏へ一回呼ぶことできたら、一回帰りましょう、教室に。はい、そして、まあ、とりあえずラジオナイフを当てとく。そして回復できた。赤サブ頑張れ。オッケー。はい、ちょっとここに入ったらね、すぐ多分俺、持っていかれる。持っていかれるけど、入らないと旗がやばい。はい、まあ、ということで、ブースト早く来てほしい。間に合うか。オッケー、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 オッケー。ということで、もうここはもう一気に圧力かけに行きましょう。4旗目が欲しい。はい、オッケー、ということで、あと、全然死なない。はい、そうそう、オッケー。足止めしといて。オッケー。俺は旗を離さん。お前らを信じてる。オッケー、ナイス。オッケー、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 オッケー。で、ここで、まあ、いい状況作れたんで、一旦、裏マムね、裏マムね。裏裏って言ったら、ちょっと一回これは握らせましょう。ちょっと、オッケー、オッケー、オッケー。で、ここでさ、どう来る？あ、いや、ローいらない、ローいらない、ローいらない。いらない、ロー。はい、ということで、あと一発ぐらい。はい、オッケーっていう感じで、まあ、あとはもうローに握ってもらいましょう。はい、ということで、ここのゲージを貯めよう。いい活躍できてるんじゃないかなっていう感じに、個人的には思ってる。まあ、ちょっと世話しないですけど、バタバタなんですけど、ちょっと黒ひげはちょっと嫌だ。このローめちゃめちゃ、めちゃめちゃ、強気。めちゃめちゃ強気。まあ、全然いいことなんですけど、そうしてくれるとね、ルフィローがめちゃめちゃ戦いやすい。ラジオナイフ当ててちゃんと回復していく。そしてここで一回体育館内、体育館内へ。はい、オッケー、体育館内へ集合です。という感じで。はい、まあ、あとはもうこの真ん中の旗ね、守っていって、まあ、お酒飲んだからダウンさせておきましょう。はい、オッケーです。はい、で、起き上がってきたらこれ多分速攻でやられる。はい、ブースト、オッケーオッケーオッケー。とりあえずラジオナイフでやっていく。オッケーオッケーオッケー。2人持っていった。オッケー。もうここは旗の中やから大丈夫やな。はい、もうということで勝ちましたね。オッケーナイスです。タイヤリです。ナイス。はい、まあということで頑張っていきましょう。まあ1戦目はねちょっとわちゃわちゃしたんですけども、今回はスマートにスマートに勝っていきたいと思います。はい、まあということで頑張っていきましょう。はい、まあということで、まあね、みんなね今ねエースのね、はい、ミッション、エースのミッションしてると思うんですけども、まあね、エースがいっぱい、いいことだ。それはかっこいい。ただ結構きついね。めちゃめちゃきつかった今回のミッション。はい、まあということで引き続き皆さん頑張っていきましょう。はい、まあということで終わった方います。はい、まあということで、まあね、本当にルフィローといえばこの陰キャプレイ、いや陰キャプレイとは言わない、これはツンデレプレイです。はい、ツンデレプレイをまあしていきたい。はい、そして呼んでいく。まあで一回突き放す。はい、そうです、一回こっちに来させたと思って突き放す。そしてまたでも
うん、行く、うん、そしてまた突き放すっていうね、このツンデレプレー、うん、陰キャプレーっていうとね、やっぱりね、ちょっとね、印象が悪いから、うん、ツンデレプレーでいきましょう。はい、まあ、ということで頑張っていきましょう。はい、まあね、やっぱりね、うん、シャンブルズはね、旗取ってる、うん、時とかの味方を助けれたりと、はい、まあ、こういうところで、ソゲキングが左にいる、ルッチがいる、そして、ここでシャンブルズ。そう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 、よくできました、ルフィロ。はい、で、左のソゲキングが旗を取れる状況になると、もういい、いい、いい、いい。ただ、レイリーがすぐカバーに来ましたと。はい、じゃあどうすると。はい、まあ、ここにエースがいる。そして奥にもエースがいる。ブーストかかったから、ここはもらっていきましょう。オッケーです。で、あ、真ん中いる。アイくんがチャス。返された。いや、画面が、そしてカオス。はい。こいつを持っていこう。オッケー、ナイス。で、まだ多分大、いやー、ちょっと待って、ルッチ、ルッチを持っていき、あ、違う。お前じゃない。お前じゃない。お前はもう死にかけや。はい。いやー、ここでブースト来た。このレイリーが俺を見ている。目と目が、あったら、どうもする。ツンドレプレイをかい、あ、飛んできたっすね、こいつ。自分から来るタイムでしたね、これ。まあ、ツンデレにはね、やっぱりグイグイ行くべきだと思ってます。はい。ツンデレの子に対して、やっぱ俺もグイグイ行ってしまう。はい、そして、グイグイ行きましょう。はい、グイグイ行ったら、こういう風にノックアウト。はい、では、ちょっと黒ひげを助けましょう。はい、オッケー。あ、ちょっと、オッケー。この黒ひげの今の無敵のタイミング、マジで最高に神がかってた、今のは。左がちょっと取れにくい。あ、ソゲキング死んだ。っていうことは、もうこれはもう守り一択になってきますね。はい。まあ、でも黒ひげいるんで、全然大丈夫だと思う。そして、このエースのぴょんぴょんさが、いや、ちょ待って。いや、ここがちょ、黒ひげがぶっ飛ばされてしまってた。それはちょっとすみません。エースに気を取られていた。ここは先輩かましていく俺。ということで、この試合は兄さんの負けです。はい、ということで、ラストを頑張っていきましょう。はい、まあ、ということで、頑張っていきましょう。はい、まあ、ということで、まあ、このツンデレプレイ。このツンデレプレイをいろいろ見せていきたい。はい、まあ、ということで、マムがごめんなさいっていう感じで、これは多分ミッションやってますね。ミッションやってますね。それ吸ってあげたかったけど、まあいいや。はい、ということで、ここでゆっくりゲージを貯めながら、ツンデレプレイをしていけない。ツンツンできない。吸えなかったっすね。はい、まあ、ということで、まあ、こういう時もある。はい、まあでね、まあね、昔ね、ツンデレの子を好きになってしまった時のことを思い出しました。はい、本当に大変でした。はい、今のルフィローぐらい厄介だと俺は思っています。はい、まあ、ということで頑張っていきましょう。まあここはね、ちょっとあんまりね、ルフィローって言えば乱戦はまあもちろんのこと全然得意ではない。やっぱり対マンっていうよりかはやっぱりこのツンデレプレイですね。はい、一人ずつ体育館裏に呼んでいく、そして乱戦のとこを助けてあげるっていうね、このね、やっぱプレイが一番でかい。そしてこのマムみたいにね、ちゃんと頑張ってくれる味方がいれば生きてくる。そしてここはジャズ回していた、入っていって、持っていく。で、まあなんか行き過ぎたらこういう風に返り討ちに遭います。気をつけましょう。はい、まあということでね、もうすぐでブースト来るから、そこを頑張っていきたいかなっていう感じ。とりあえずこれやっていきたい。オッケー、やれるか。オッケー、ナイス。で、あれは一匹吸いましょう。回避使ったんで、OK です。OK。いけ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 。もうみんないけいけいけ。もうとりあえずいけいけいけ。いけいけ。もうゴリ押しやゴリ押し。ナイスナイス。そしてマルコの壁。ナイス。これで相手近づけない。ということで、そうですね。この黒ひげはもう近づけないと見て、あそこはもうエースだけで任していいと思います。エースだけでいい。もうエースのマルコでも任していいと思う。だから、とりあえずもうちょっとこっちに来てほしい。こっち側1分経つ。これ黒ひげ退治するのはちょっときつい。はい、まあということで、でも頑張っていきましょう。はい、まあということで、はい、どうする。マムがやってきてくれた。オッケー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 。あ、オッケー、ナイス、じゃあ使え、オッケー。で、マムが吹っ飛ばしてくれた。吹っ飛ばした後に、ね、ちょっと、あ、いや、まだ回復いいな。でも回復、今のタイミングベストじゃない。ラジオナイフ当たんなかったっすね。はい、ということで、ここでシャンブルザー当てていくよ。オッケー。いいね、いいね。まあ、全然回復しないけどね。あー、出たゾロ。
出たゾロ、ゾロの後ろからのバーンはあれえぐいね。はい、まあということで、まあ、あとはね3つ守っていきたいと思います。奥やばいかな。うん、でいうことで奥ちょっと参戦しに行きたい。はい、ということで OK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  ピーポー、はい OK です。まあこれでもいけたっすかね。うん、でちょっと、あ、ハンコックか、ちょっとやばいね。うん、とりあえず行こう。あよ、あやあや、オッケーオッケーオッケー、ナイス。いやいやいや、ナイスです。皆さん頼りです。ということで参戦終了でございます。敵も味方さんもありがとうございました。頼りでございます。はい、まあ、ということで今回ねモンキー D ルフィ、うん、やっぱりねこう後ろでねちょこちょこしてね味方を助けれてる達成感とかをね感じれるとねめちゃめちゃ楽しい。うん、本当に楽しい。うん、まあ使っててねやっぱりねシャンブルズをねこうやっぱ決めていく、そしてラジオナイフをね、まあ、1人2人当ててね回復していくっていうね、そのもう本当にねまあ、なんかちょっと痺れたよね。ちょっとねできた時ってやっぱりね使いこなせた感がねやっぱりねアタッカーっていうキャラクターはねめちゃめちゃ実感できるんですよ本当に。うん、っていうのがねあってね、まあやっぱアタッカーはねやっぱ使ってて楽しいわ。うん、やっぱりキルしてなんぼっていう感じのアタッカーなんで、はい、まあということでね、まあ今回そういう動画には慣れたんじゃないかなとかいう風に思ってるんだけども、はい、まあという感じで皆さん、まあよかったら見てください。はい、まあ、ということで今回はこれで終わりたいと思います。じゃあね。